んこんにちは。全身チャンネル第85回。今回の全身はこちらです。安倍の働き方改革にとどめを。自衛隊免疫は救助の破壊だ。オスプレイは配備粉砕。安倍自民党の救助改憲案を粉砕しましょう。青年学生に戦争で死ぬことを強制する恐るべき中身を築城で批判しています。本日の朝日新聞トップで夏季学園問題に関しての新たなマクロ記事が出ました。労働者民衆の税金を私物化し、私腹を肥やす安倍とその取り巻きを全て監獄に送り込もう。2面です。フランス労働者ラスト、3ヶ月の長期闘争に突入。フランス全土でマクロン大統領と労働者階級が激突しています。政権の鉄道改革計画に反対し、国営鉄道労働者は4月3日から6月の28日まで5日につき2日ストライキを行い、長期決戦に突入しました。現地では大学生、高校生も連帯して決起しています。日本の地でもストライキを蘇らせよう。京都大学同学会が4月27日金曜日に縦看板規制粉砕の京大解放祭を呼びかけています。私たちも参加します。27日正午、京大吉田南キャンパスでお会いしましょう。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。